Oh, hello, hello. This is Max Torang. Welcome back to our Let's Play series of Ghost of Tsushima Director's Cut, which is playing on Iki Island. And what we're doing currently is trying to get a retake the Fort of Sakai. Hang on a bit. Why we don't have sound? All right. Now we're talking. Sound is back and... As we said, actually, we're going to storm into the Fort Sakai to free the Funas Riders. See how it goes. Thank you.
敵を追い払え。息を守れ。俺が父を死なせた。よし、違う。What do we got here? There we go. Huh? Connect with the cable. Come on. Connect with the cable. Update. Uh.
All right. New controller. Let's keep pushing. を木に吊るして罰したの。それとどこにサインがあるという。やはり戻ったか、侍。霊薬を受け取ったのだろう。あれは勇士への鼻向け、樹脂となりうる者にのみ送られる。俺を樹脂にする、それが望みか。お前は生まれ変わりつつある。花向けを受け入れ樹脂となり、蒼天を舞う術を身につけるがよい。さなくば俺がこの手で潰してやる。花向けだと？呪いなど受け入れん。Oh, here we go.お前も砦に吊るしてやろう。殺せ。鼻向けの無駄だ。自身になぞなるか。ありがたくは思わんのか。死をもって償うがいい。お前も砦に吊るしてやろう。鼻向けの無駄だ。自身になぞなるか。よくも鼻向けを無駄にしよって。やばい、息の無駄だ。
けねえ。皆殺しだ。首を取れ。幻影は恐ろしさを増し、いずれは死へと至らしめる。なぜ花向けを受け入れんのだ。クンビシュは多くの友を殺した。あいつが報いを受けてよかったよ。たとえあんたが侍だとしてもな。助力があったからだ。大高は全て見通していた。それゆえ守りが薄かった。ミスミス釣られ、ことづてを受け取ってしまったか。だがクンビシュは死んで、砦は取り返した。ありがとよ。おかげで戦える。無傷の者は負荷のところへ。残りはここにとどまれ。修繕すれば猛虎兵とて近寄れまい。そうしよう。だがその前にこいつを受け取ってくれ。侍の方がうまく使えそうだ。ああ、礼を言う。気をつけろ。負荷の隠れ家で会おう。侍が境砦で助けてくれた。こんな日が来るとはな。槍川の陣か。人暴れしてきたそうだね。手下が生きて戻って境砦も手に入った。ようやく大高を相手に渡り合える。行き先はつかめたか。まだだ。でもいいことを知った。留守の間、大高が樹脂に当てた文を手に入れた。ある侍を生け捕りにしたいようだ。名はあったか。いや、でも誰のことかは見透かせる。わからないのはなぜ大高はあんたを生かした。一度大高は俺を捕らえたが逃げられた。やり残したことがあるのだろうな。隠してることがあるようだね。フカ、ジン。大高は見つからずじまいだったが、猛虎の石膏に出会わせたんだ。奴らこっちに向かってた。崖には猛虎が大勢いるぞ。隠れ家には見つからずに入ったが、遅からずここが見つかっちまう。
復讐であろう。我らは戦船を沈め、クンビシを切り伏せたからな。船で逃げるしかない。二度と故郷を取り戻せなくなるぞ。死ねってことか。奴らを集落から離し、陸で戦おう。多勢に無勢だ。侍との戦では地の利を生かしたはず。不意打ちはどうだ。俺たちがよく知ってる地で。キダフレの村。策は。天蔵、皆を集めな。すぐに立つ。幾人か先に行かせた。猛虎をキダフレに釣り出してくれる。不意打ちの備えも進んでる。村の者はどうする。もぬけの殻さ。人斬りが滅ぼしたからね。父は民をなで斬りにしておったのに、己はただ見ているだけであったな。ヤグラだ。この地を見渡そう。猛虎はここに釣り出される。だけどどこから来るかはわからない。見込みのある地に人を置き、我らは馬上で控えよう。伸びを止める手立てだな。待ち受けて撃つ。人を置くにしても広すぎる。どこがいいんだろうね。父のように罪なき民を殺すつもりのようだな。林だ。あそこに巣人忍ばせよう。戦船から奪った呪し術が使えそうだな。猛虎を見た刹那に打ち上げさせる。いい合図になるね。あばら屋と蔵に人を隠せるか。村の者が隠れた場所、おののき叫びながら。猛虎が近寄らなかったな。騎兵で税の脇をつき、腕ずくで寄らせる。あそこはどうする。この村の者は己の父を見た刹那に死ぬ定めを悟ったはずだ。村人が退却した地。おい、今何と言った。いや、兵が不利になればあそこに退却だ。ありもので補っておいた方がいいね。おのおのを配置へ。我らは後方だ。己の父はこの地で恐怖を撒き散らした。己が防げたはずの恐怖を。配置へ急ぎな。猛虎を見たら合図を。ここの村人が退却した時見てたな。あの鬼のような仕打ちも。あれが鬼だと。丸腰の村人が残らず殺されたんだぞ。兵を隠しておったからだ。無実の連中もな。奴らに戦の作法などなかった。不意打ちや罠で大勢を殺し、寝首までかいたのだ。だからどうした。身を守ったまでだ。この村の出の友がいた。あの戦で首を切り落とされて、探し当てるのに7日と7晩かかった。辛かったであろうな。どの口が友の首を探し回る辛さ分かるわけがない。酒井が何人殺したかは知ってんのか。あまただ。俺が止めるべきだったが。止めなかった。だから他の奴が止めた。俺の目の前で助けられたはず。なのに。なのに。来たぞ。馬に乗れ。来ました。やつら敵だ。天蔵、陣、続け。一息に行くぞ。不利になったらここに戻ってくるんだ。小勢が残って守る手はずだ。父を殺した者と共に戦う。父は悲しむぞ。切る。一人も生かすな。
相手だなあジン。幸先は良い。合図、猛虎が来てるんだ。よし馬に乗れ。ああ昔を思い出すね。深は楽しんでおる。かように侍を殺したのであろう。もてなしてやるぞ。早くだろう。荷車に乗せときました。よくやった。見ろ来たぞ。春を狙え。
まずい、来い。すまん。全て倒した。今のところ滞りない。あの有様は忘れられぬ。人の生き地で土が赤に染まっておったの。さあ刮目してみよう。酒井忠の所業を、人斬りの戸郷を。やまれ。今度は西からだよ。いつまで続くんだ。行くぞ。大事ないか。ああ、急ぐぞ。ふか、後ろの守りは整ったか。今少しかかるはず。ここで猛虎をとどめねばならん。調べてみるぞ。猛虎に捕まったのか。下がれ。俺が忍び込み、奴らの隙をつけ。ジンが見つかった。助けよう。行くぞ。
ありがとうございます。恐ろしかった。また合図、四方からだ。大高族が動いた。数が多すぎる。勝負にならねえ。ここまでか。お主ら馬に乗れ。櫓まで引け。そこで迎える。ジン、先駆けろ。下がれ。一度引く。いい子だ。俺たちの仲間だ。猛虎に追われてるんだ。助けるぞ。エギオハシンタ、ウェイ。猛虎のエッペ。遮った。守りまで引く。せきとどめろ。
お前は死ぬのが主情のためだ。の仇、幻だろ、大鷹の毒だ。もう一度唱えてみろ。その首切り落とす。やれよ。この土は人の血を好む父上様が吸わせたからな。救おうとなされたのだ。父上のことをなぜ黙っておった。俺をたばかったな。騙してたわけじゃない。酒井忠志は敵だったが、あんたとは、なぜかようなポンプな父を害した。知らねえよ。だ、酒井は何十も切ってぶっ倒れた。足を折ったんだろうな。俺はとどめを刺しただけだ。俺、さっさと殺せ。いや、まだだ。父上を戦場谷に誘い入れたのだったな。同じ手を大鷹に使う。俺たちだけじゃ無理だ。深と話せ。谷で落ち合うぞ。あんたの素性を隠しきれないなあ。分かってんのか。構わん。全て明かせ。俺の名も息のため戦うことも、父上とは違うことも。さなくは己を切っていた。Wow, good story. All right, what do we got? We got that. Blessing of the Death. We got everything, but this is a new one actually. It's the horse impacting. And that's it. We don't have anything else. I'm gonna do the exploration after the story. So that's it. That's episode 4, and it's called Massacre and something. Yeah, that one. Massacre at Kidafure Village. That was a good one. And we're going to continue in the next one. So thanks for watching, and I hope you see you in the next one. So cheers for now.